和楽器バンドが無期限活動休止前最後の作品となるオールタイムベストアルバムサンクス8層の音ライブブルーレイ和楽器バンド大新年会2024日本武道館80の翼を10月9日にリリースした。これらの作品で楽しめる和楽器とロックバンドが融合した唯一無二の音楽は、超絶技巧のギタリストであり、メインコンポーザーであり、アレンジャー、ディレクターである町屋が統括してまとめ上げているものだ。聴いてもらえれば、洗練されたそのサウンドに驚かされるだろう。そしてベストアルバムには、町屋の渾身の一曲、8層絵巻も収録されている。今回はそんな町屋へのインタビューをお届け。楽曲のことはもちろん、無期限活動休止に思うこと、さらには音楽の聴き方までを語ってもらった。関連記事、これで聴いてくれた人が喜んでくれれば素敵なアルバムを作ってくださってありがとうございます。アルバムの最後を飾る新曲「8層絵巻」には驚かされました。まずこの曲のお話から聞いていこうかと。町屋、毎回制作期間に入ると新曲のデモの締め切りに向けてみんなが曲を作るんですけど、集まった曲は一旦僕が取りまとめて事務所とレーベルに展開するんです。だから曲ができたらみんな僕のところに送ってくるんですけど、普段はみんな締め切りギリギリで送ってくる。なんですけど、今回は優子が締め切りより2週間ぐらい早くギフトを送ってきたんです。多分まだみんな新曲に手つけてなかったと思うんですけど、ギフトを聞いた時に僕はスペシャルサンクス枠はもうこの曲でいいなと思っちゃって。他にもみんな多分似たような方向性の曲書いてくるだろうけど、ギフトのありがとうってファンや関係者とか僕らのことを知ってくれている方々へ向けて発信している歌詞だと僕は捉えたんですね。でも仮に別の方向に向けて感謝を書いたとしても、文章の見栄えとしては大差ないと思うんですよ。よっぽどこだわって書かないと同じスペシャルサンクス枠に入っちゃう。なるほど、町屋なのでもう一曲どんな曲が欲しいかと考え直すわけです。和楽器バンドの全楽曲110曲強から今回ファンの方にアンケートを取って、その結果をもとにメンバー、事務所、レーベルの3社で選曲をしたんですけど、リレコーディングの6曲を含めて16曲しか使われなかったら使わない曲が94曲余るじゃないですか。1から3秒とかの極端に少ない票数のものは振り落としても80数曲は残ったんです。もったいない気がしますよね。町屋、そう、僕はアンケートに入らなかった曲を選んだこの人たちの気持ちをどう解消してあげようっていう思いが浮かんだんですよ。そこから楽曲の中に何曲か要素を取り込めないかなっていうところから始まって、いやちょっと待て、それだったら全部入れられないかと思い、他でも今までこういう企画はあったかもしれないけど、お客さんの気持ちを全部汲もうとする人は多分いなかっただろうって、それをやってみることにしたんです。まあでもどう考えても時間がかかる作業なのは目に見えてたんで、とりあえずアルバムごとに手をつけていくことにして、ファーストアルバム「ボカロ三昧」とセカンドアルバム「8層絵巻」までは全部同じキーに直して歌詞も書き出した上で並べてみてというところで、作業を一回止めて選曲会議に。でこのアイディアが通ったので続きを進めていきました。そういう流れだったんですね。全曲キーを直して書き出すだけで途方に暮れそうです。町屋、ほとんど僕一人で作らせてもらったんですが、制作当初に思っていたここがこうなってこうなってここがしんどいであろうって予測が実際手をつけると結構違っていて、というと
町屋、最初はメロディーの抑揚とか高低差、音程のインターバルを中心に構成を考えてたんですけど、全部並べてみたら、ちょっと待って、歌詞の問題があるぞって気づいたんですよ。そこで考え方を変えなきゃダメだと思って、音のことは一旦全部忘れて、歌詞を全部書き出してみたんです。そしたら曲によって言葉の言い回しが口語っぽいものだったり、そうじゃないものだったり、たくさん種類があって、そこから少し硬かったり、古い言い回しだったりする一番和楽器バンドらしい言葉を中心に歌詞から作っていくことにしたんです。こんなにいろんな曲が入っているのに歌詞の意味が通っているのが不思議だったんですが、そういうわけだったんですね。町屋、ただ歌詞だけにフォーカスすると曲として成立しないんで、歌詞をベースにメロディーも成立するかどうか頭の隅で考えながら並べていって、言葉も音も新しく創作するということは一切したくなかったので、全部過去にリリースしたもののサンプリングだったりフレーズで組んでいきました。正直に言うと、初めて聞いた時は胸がギュッと締め付けられてしまって苦しいぐらいでした。皆さん、この曲で和楽器バンドとの思い出が駆け巡ると思います。町屋、終わり方が暗めではあるんですけど、和楽器バンドっぽいわびさびの部分も出せたかなと思っていて、スピード感がすごく目まぐるしいんで、おっしゃる通り割と驚くと思いますよ。でもその重量が強すぎてもリピートするのがしんどくなっちゃうから、線引きがすごく難しかったんですけどね。タイトルを八層絵巻にしたのは、町屋、ここまでサンプリングで作っておいて全く新しいタイトルを作るのもなんか違うなって思って、その時にアルバムタイトルが楽曲になっていることがないことに気づいたんですね。音の絵っていう曲もないし、東京シンギングっていう曲もないし、というところで我々の今までのアルバムタイトルを羅列してみたら、絵巻って走馬灯のように10年間を回想するには悪くない言葉だなと思って、8人のアンサンブルっていうニュアンスも含まれますし、それでセカンドアルバムのタイトルから八層絵巻っていう言葉をサンプリングしました。このタイトルで例えば暁の糸から始まってたら、ああ泣かせに来てるなって予想できたと思うんです。でもワールドドミネーションから始まるから、一瞬油断したというか、聞き進めるうちにどんどん引き込まれていくような感じで、町屋、僕、このバンドはどこまで行ってもいいだしってで最初にメンバーを集めた優子が全ての中心だと思ってるんですよ。頭にワールドドミネーションを持ってきたのは、優子が茨城から上京してきて歌手を夢見る自身の少女像を投影した楽曲だからです。そこから始まった方がストーリーがあるなという意味を込めています。歌の始まりは花一文目の季節外れの赤い椿ですが、これも優子さんをイメージして書かれた一節でしたよね。町屋、僕、作詞者の世界観の話とか心の内側の話は聞かないようにしてるんですよ。あんまり深く聞きすぎると客観視ができなくなっちゃうんで。だからその話も覚えてなかったんですけど、それでも90曲以上を検証してやっぱり歌い出しはこれしかなかったですね。町屋さん、最近 DJ されてるじゃないですか。もしかしてそういう経験とかも生きてるんでしょうか。町屋、めっちゃ生きてます。 DJ をやってなかったらこれは作れなかったかもしれない。作業的にはもうマッシュアップの域をはるかに超えてるんで、 DJ の仕事より重いんですけど、普通のコンポーザーとして覚えていく曲の乗り換えと DJ として覚えていく曲の乗り換え方って違うんですよね。DJ は
フロアがどうなってるかっていう状況を把握しながら曲を乗り換えていくんで、この曲でも別の曲が入るたびにお客さんが上がるっていうことをすごく意識しながら作りました。だから感想に、吉原ラメントを絶対持ってきたかったし、10年やってきて一番盛り上がったギターソロとして炎を入れたり、炎で尺八が同じメロを吹いてるとかもすごく良くて、町や僕が決めたこれは入れてほしいっていうフレーズはある程度あった上で、いつも通りメンバーにある程度お任せして作っていったんです。みんなそれぞれ過去に弾いたものからサンプリングしてフレーズ持ってきたりとかして、僕でもメンバーが仕込んだフレーズで気づいていない部分はいくつかあると思いますよ。その点で神永は結構いろいろやってくれましたね。デモの段階では僕が気づかなかったところのサンプリングまで知ってくれてたんです。皆さんにインタビューしていく中で1音だけ入っている曲もあるとか聞いて、町屋1音だけはもう怒涛で2箇所出てきますね。イントロの戦戦マイナスに入る前のじゃってところが白半です。あとイントロでは黒龍さんがライって言ってるんですけど、あれは鋼マイナスです。掛け声ってハイサ、オリャとかいろんな曲の中にいろんな種類があるんですけど、ライって掛け声は全曲の中でここにしかない。作りながらここにはあの曲のあの掛け声を入れようみたいなことを思うわけですか？町や思いますね。レコーディングの途中で一応どっかでサンプリングするかもしんないんで、ラインを入れといてくださいって言って素材だけは取ってやったんですよね。あとイントロのドラム&和太鼓はパーフェクトブルーだったり、リズムセクションと上物セクションが全く別のものやってたりするんです。個人的には雪影帽子と儚くも美しいのはが交差するところが好きです。町や雪影帽子を優子に歌わせて、儚くも美しいのはを俺が歌って音程を乖離させたら、多少当たってるところが発生しても多分気にならないんじゃないかなと思って試しにやってみたらハマるわと。暁の糸も本来のサビは我ら歌う空の彼方へから始まるんですけど、歌詞の意味合いが成り立つようにってことを一番に考えて、咳を切って溢れる思いから使ってたりとか、全てに物語があってどこまでもエモい、まさに町屋さんが和楽器バンドでやってきたことの集大成だと思いました。町屋、これで聴いてくれた人が喜んでくれればいいんですけどね。私は活動休止前最後にこの曲が聴けてよかったと思っていますよ。町や僕ら結成時点からいつか活動休止するということは念頭にあったんです。もともと結成して3年で活休するか5年で活休するかみたいな話もあって、5年で活動休止するのが濃厚だった。でもお客さんが求めてくれる声も多いし、周りにプッシュしてくれる人も多いから、じゃあこのまま走ろうって言って走ってきて、ずっと走り続けて一回休むっていうのは今回取ってつけたように出た話ではないんです。だから暁の糸を書いた時にはもういつか覚める夢の居場所で笑い合っていられるようにって言ってあった。ああ、町屋、そう、夢が覚めるんですよね。いつか活動休止すると決めていたのは、企画物のような形で始まったプロジェクトだったからですか？町屋、理由は2つあって、1つはそれ。もともとみんなそれぞれの活動があった中で、このメンバーでこういうことをやったら楽しいんじゃない？というところからスタートしているのでね。
もう一つはアウトプットしてる時間が長すぎてインプットの時間が少なくなると音楽家としてのバランスが悪くなるから、本当は年間のスケジュールでインプットとアウトプットをうまく組み立てるべきなんですけど、我々はそれをしてこなかったので結局どこかでツケが回ってくる。でも思いのほかみんな本気になってやってこれましたね。10年ですからね。町屋さんにとっても和楽器バンドってすごいやりがいのあるプロジェクトだったのでは。町屋、そうですね、和楽器バンドに加入して最初の頃は厳しかったけど、2年目以降ぐらいからいかにもメジャーっぽい環境で仕事をさせていただけたことがありがたかったですね。それまではバンドはしていましたけど、バックバンドとかエンジニアとかどっちかっていうと裏方のスタッフ的な仕事が多かったので、サードアルバム四季彩り色彩マイナスの途中あたりから、厳密にはセカンドアルバム初添え巻きの途中からですかね、 A&R の手が回らなくなって僕がボーカルのセレクトとかするようになったところから、徐々にハンドリングするようになっていった。自分がアレンジもディレクションもハンドリングさせていただけるっていうのはとても貴重な機会で、すごい経験値になりましたね。これはちょっとお金じゃ買えないかな。この10年で一番楽しかったのってやっぱり制作ですか？街や日常的な行動で言うと、僕はレコーディングが好きなんでやっぱり制作が好きでしたね。それ以外だと、和楽器バンドでデビューして初の海外がフランスのジャパンエキスポだったんですけど、それが僕にとっても初めての海外で、それまで日本を出たことがなくて、自分の中の未来予想図に海外で音楽をやるという選択肢が全くなかったんです。日本人が海外のマーケットでも勝負できるなんて思ってもいなかったし、そういう意味では海外公演っていうのはすごい思い出深いですね。逆に辛かったことは、町や辛かったのは2つかな。一つは仕事的にどうしても作業が僕に集中しがちなこと。どっかで一個工程がずれると僕のとこで溜まるから、そしたら僕の先にいるエンジニアさんの仕事とかもろもろが遅れちゃうっていうのが苦しかったっすね。あとは人数が多いので人間関係がとても疲れました。かっこ笑い。4人バンドでも喧嘩することなんてよくあるじゃないですか。逆に8人だから続けてこれたっていう部分もあるとは思うんですよ。意見が対立しても孤立しないので、でもやっぱり考え方や方向性の違いで衝突することは普通のバンドの倍の人数いる分だけ起こったし、スタッフさん含めたチームの人数も多いので、その落としどころをそれぞれ探ってより完成度が高い、皆さんに満足していただけるものをなるべくたくさんの人に届けようという原点を持って頑張ってきましたけどね。本当にいろんなことがあって、活動休止は当然の成り行きで一回休むべきだったという町屋だと思います。多分ここで休まなかったら仲悪くなってる。かっこ笑い。町屋さんはこの活休期間に何をしていく予定なんですか？町屋ボカロ3枚2のツアー中に誕生日を迎えて、俺結構人生折り返したじゃんと思って、正月にどうすっかなってボケっと風呂入りながら考えてたら、飲んでる時間と二日酔いで寝込んでいる時間がもったいない、もう時間がないからとりあえず酒やめようと思い立って酒をやめました。人生折り返したってなると自分のことをボースティングしていくのとかすっごいかっこ悪いと思って、残った時間で音楽家としてやっていくとしたら、これからは自分の人生のことを歌っていくターンだなと思ったんです。自分の経験を生かして
人に伝えるとか、そういう段階に変わってきたなと感じて、そこから僕の根本的な考え方とかいろいろ変わりました。ほう、町屋、もともと何になりたかったんだっけって立ち返ってみたら、そうだ、俺シンガーソングライターになりたかったんだってところにたどり着いて、なので活動休止中に何がやりたいかと聞かれたら歌ですね。人間として自分の人生を歌っていくっていうこと。あとは和楽器バンドでオーケストラを入れたことがあったじゃないですか。バンド以上の編成を僕がコントロールするっていうのは、昔の自分だったら選択肢になかったんですけど、今はそれが選択肢に増えた。なので音楽家としてもっと大編成のものに挑戦していくということもやりたいことかな。